こから鳩の国まで戻るんだよね。間に合うかな。船を残していった以上、スチームレギオンは足で移動しているはず。私たちの方が身軽だから可能性はあるわ。急いでるのか。そうだ、見ればわかるだろう。お前の目当てのヨウゲイマに会いたいなら急いだ方がいい。ゴーは細かい経緯を知りませんでしたわね。ヨウの目的は鳩の国のシェアエネルギーで私たちのいない時を狙っていますわ。ですので一刻も早く鳩の国へ、ヨウが城を落とすより前にたどり着きたいのですわ。分かった。俺に考えがある。こっちだ。あっという間に行っちゃいましたね。無口なゴーさんが言うぐらいだし、何か考えがあるのかな。わざわざ移動しにくい峡谷に来てどうするんだ。この布を使う。雨×忍術フクロウだ。この忍術で俺が崖を渡る。ゴーさんがそれで渡ったとして、私たちはどうすれば。このロープを使う。縄×忍術綱渡りだ。これで貴様らも渡れるだろう。そっちに結んでくれ。私がやりますね。結構重い。ゆうきちゃん、そっち持って。ゆうきちゃん、ごめん、ちょっとぼーっとしてた。ゴーはこんな長いロープどこから出したの。何それは。すまん、俺は記憶というものを失っていてな。ゆきちゃん、待ってる。ちょっと待った。その領域はね、私だけが許される特権だから。聞くのも答えるのも本来ならしちゃいけないお約束でしょ。いろいろあるしね、そういう忍術ってことで。ちょっとまたわけわかんないこと言って。お約束とか何もないでしょ最初から。ネプチューンがそういうのなら忍術ってことで。そうだよ、忍術なら何でもできる。仲間じゃない、私の忍術で姫を救わないと。いくら忍術といってもフクロウはこんな重そうなロープを持って飛べますかしら。これは一番いいもの。大丈夫だ、問題ない。行くぞ。本当に行ったわ。っていうか結構硬化してるように見えるけど平気かしらね。おいおい、本当に大丈夫か。このままじゃ届かないぞ。あ、崖にぶつかった。待って、そこから崖を登って。登りきったわ。やるわね。準備が終わったようだな。何か言って。まあいないな。無口だからか。来いって言ってる気がするな。行くか。あれれ、ノアル、もしかして落ちないかって心配してたりして。ほらほら行くよ。行きましょう。忍びならきっと落ちることはありませんし、ゴーさんの努力を無駄にできません。ユミ、参ります。何はともあれ、これで鳩の国に少しは早く着けるかもしれませんわね。今度こそように。エネミーサーチ、コンバットオープン。スチームレギオン。鳩の国にいることは想定内です。あなたたちの好きにはさせません。イーズン待っててね。お城まで私たちが案内するからついてきて。それじゃあのびのってみやび、悪の誇りを舞い掲げよう。もらっておこう。気に入った。チッ。チームレギオンがここまで入り込んでるなんて、これはいよいよやばいかもしれないわね。そういうのはフラグになるからやめましょう。イースンならきっと大丈夫。きっと城が落ちるまで3日はかかるのも。それはイーストワールの仕事の話だろう。でもまあそうだな、それなら安心だ。ええ、無事を信じて今は急ぎますわよ。非情熱を見よ、終わらせる一家さん。その程度か。終わりか。滅する。この程度造作ないな。はい、終わらせる。もう少しで宿場町を出るわ。あとはこの辺にいるはずのボス級を倒せば終わりよ。エリミネート、エリミネート。何こいつ、これも敵忍者なの？ユキちゃん、惑わされないで。これも忍びだよ。そうか、こいつも忍者か。ならば俺のことを知っていなそうだ。その姿戒めろ。さあ、私が解決してやろう。もういらぬ力よ。終わらせる。ガサンとガサンしはっ、クイルがいい。はっはっはっ、はい、あしやつまでいるなんて。でもこれで邪魔者は消えたわ。はい、こんなのどんだけ倒しても。私は何してるんだろう。お城までもうすぐだけど、町が静かだな。それにすでに敵はいない。つまり大村さん、それは思っても言ってはいけません。こんな言葉しかありませんが、大丈夫ですから。悪い、そんなつもりじゃなかったんだけどな。皆さん気にしないでください。覚悟はしています。ですが希望は残されていると私は信じていますわ。ここも誰もいないみたいね。イストワール、また遅かったか。戒めよう。おい、シェアクリスタルを確認するぞ。それではっきりするだろう。ダメか。クリスタルの光が、シェアエネルギーがない。あら、遅かったじゃない。やっと帰ってきたのね。敵は引いたかしら。もう愛ちゃん、ネプネプたちだって急いで来たですよ。愛ちゃん、コンパ。おかえりなさい、皆さん。仕方ありませんね。こちらがすでに強引な手段をとっている以上、信じられないのも無理はありません。ロングスピーチは無駄だったな。まあいい。この国のシェアエネルギーを手に入れればミッションクリアだ。皆さん、ここは通しません。皆さんがハトの国のために戦っているのに、大名の私だけ逃げるわけにはいきません。その気概は買うが、大名では忍者に勝てんだろう。That's bullshit! いつだって殺すことは簡単だ。徹子はどうしたい？こいつは同盟の指揮をしている。トップを潰すのは常套手段だが。確かに。ですが、はい、そこまでよ。コンパ流忍術研磨連山。リスさん、大丈夫ですか？今直すですよ。コンパ流忍術グリーンコンパさん、間に合ってくれましたか。遅くなってすみません、イストワール様。町にも敵がいっぱいだったから、思ったよりも時間がかかったです。 Wow! Isn't that just wonderful? You は忍者だというのか。コンパ流にはまだこれほどの使い手がいたとはな。面白い。だが、ここまでだ。徹子、シェアエネルギーを奪え。はい、させると思う？三下はどきなさい。後援客。そのセリフ、リターンだ。なぜならミーは三下ではない。アウトオブマインドだね。あらそう、それなら全力で行かせてもらうわね。コンパ、この辺暑くなるからイストワール様と離れてて。行くわよ。あんたの魂、冥界に送ってあげる。言うばかりずるいな。こちらも本気モードで相手をさせてもらおう。その必要はありません。もう終わりましたよ。引きますよ。ふんこれからがショータイムだったのだが、相変わらず仕事が早い。イースーさん、あれは小さいですがシェアクリスタルだと思われます。あれにシェアエネルギーを移して奪っているということですか。この国のシェアエネルギーはいただいた。これでユウたちは何もできない。グッバイ。待ちなさい。逃がすと思って。愛ちゃん、待つですよ。一人は危険です。それにイースンさんを置いていけないです。そうね。ありがとうコンパ。今はここを守って、みんなが戻ってくるのは待つべきね。こうして IF さんとコンパさんのおかげで私はなんとか助かりましたが、すみません、シェアエネルギーは守れませんでした。先に町が攻められて、そっちで足止めを食ってるうちにこのざまよ。ネプコたちに任せっきりで、鳩の国も人材不足よね。年中求人を出しているのだけど、うちの待遇じゃ女神級の忍者は来てくれないわ。逆お祈りされてばかりよ。そうだったですか。ネプネプも大変です。まあないものねだりをしてもしょうがないわよね。けど緊急時に何も力になれず、最近修行もおろそかになっていたからなおさら面目ないわ。私たちもまんまとしてやられた。お前たちも気にするな。そうですわ。イストワールが無事で良かったではありませんか。相手の狙いも詳しく分かりましたし。ヨウタ徹子の目的は悪鬼と言いましたか。そのようなものが本当にいるのでしょうか。そっか、ユミちゃんたちは知らないんだよね。昔々あるところに悪鬼というものがいて、この世界を滅ぼそうとしてたんだって。そいつをコンパ源流祭と伝説の巫女が倒した。だが実は死んでいなくて、スチームレギオンが狙っている。こんな感じだよな。なんだか緊張感が伝わってきませんが、多少わかりました。どこに封じられたんだ。まさか近くのでかい湖の中か。いえ、IS さんとコンパさんによると、秋が封じられてるとしたら西方の富士山にある供物平坂の奥と思われます。ねえ、この二人って何者？私は供物神社の巫女、コンパ流の忍者でもあるわ。供物平坂はそもそも悪鬼との戦いのせいでできたんじゃないかって話があるのよね。私はこれでもコンパ流の顔役で里に伝わる話を調べてきたです。人の少ない場所、西の方で倒したって。ふん、コンパ源流祭の関係者か。私なんかよりよっぽど姫にふさわしそう。その悪鬼は忍者なのか。俺の記憶の手がかりがあるわけないでしょ。さすがに古すぎよ。まあ次の目的地は分かったわ。敵は富士山に現れるのよね。富士山の麓に供物大社があって、山頂の供物平坂への入り口を管理しているわ。部外者は立ち入り禁止よ。だがそこを狙ってくるのだろう。そんなことを言ってる場合ではないと思うが。私が話を通し供物平坂へ入れるように手配しておきます。皆さんは休んでいてください。私も手伝うです。準備ができたらみんなに伝えに行くので、好きにしてていいですよ。疲れているところ悪いが、なるべく早く頼むぜ。相手の動きが想定してるより早い。だな。いい加減追いかけっこには飽きた。すぐに行った方がいいんじゃないか。私たちは準備をします。早く行けばいいというものでもありません。それでは皆さん、お風呂はどうでしょう。移動が続いて疲れてますし、休むことも立派な準備ですわよ。前に入った広いお風呂、いろいろあったけど楽しかったな。ユミちゃん、いいよね。仕方ありませんね。疲れが溜まっているのも確かですし。風呂か。みんな長湯には気をつけろ。長湯くらい平気でしょ。少しの間だけどゆっくりさせてもらうわね。それじゃ案内するわ。いい湯だ。落ち着くな。戦いの前に風呂などと思っていたが、悪くない。うん、いいよね。大きいお風呂。いいわよね。くつろげるし。旗の国はお風呂好きが多いのよね。これで結城とゴートも裸の付き合いをした仲だ。次の戦いでも背中を預けられるな。次の戦いか。この感じ、俺は風呂に入ったことがある気がする。あ、風呂くらい入ったことあるでしょう。まあここまで大きいお風呂は珍しいわよね。お風呂でリラックスして何か思い出せるといいわね。リラックスすると肩の荷が下りた感じがしてすっと楽になりますね。実際湯船に浸かると肩が軽くなりますし、これからの戦いに備えてゆっくりいたしましょう。ねえブラ、なんか私たちって肩に乗せないよね。これが忍者界の格差社会ってやつかな。私はそんなもの一切感じないわ。疲れとともに妬みや苦しみも洗い流されていく。今の私は戦いの日々や敵だったことも忘れている。ブランの胸の話題に食いついてくれない。どう見ても完封負けの大きさなのに、いつもなら負けないって言い張るのにな。ねっダメよ。全ての恨みつらみを洗い流すな。相手にしてはネプテューヌの思うツボよ。お前たちはそんなことでも争ってるのか。そういえばスチームレギオンとの件で忘れていたが、お前たちとの決着はついてなかったよな。せっかくこうして集まったんだ。勝負事なら何でも決着がつくまでやろうじゃないか。まさかホムホムが食いついてきた。コンパリューとハニパリューの超忍者大戦勃発。じゃあゆきちゃんとまっくるね。何ならば揉ませろ。まっくる、悪いけどそれはできないんだ。いろんなところに怒られちゃうからさ。そうか。ではどうすればいいんだ。もうホムロちゃんもネプちゃんもダメだよ。ゴーさん困ってるし、私たちはこの後のためにも仲良くしないと。アスカの言う通りだ。やめておけ。そんなもので戦ってどうする。しかも結果は一目瞭然だ。ちょっと何勝った気でいるのよ。私たちのどこがあなたたちに劣ってるっていう。負けました。おやおや、あのプライドの高いノワールさんが自ら負けを認めるなんて。だって私はかろうじて戦えるけど、戦力外もいるし相手にならないわ。ハニパ4人の相手ができるのはベールくらいね。諦めるのは早いですわ。どんなゲームでも力押しなど初心者のすること、幅広い需要を満たしてこそですわね、ゆうきさん。勝ち負けなんてあるの。でも姫は小さくて可愛かった。そうよ、あなたたちには個性がないわ。それで勝ったつもり。ゆうきは私たち側のようね。これが戦略と戦術の違いですわ。大きさでは優位でも違う土俵に上げてしまえばこちらの勝ちですわ。個性がない。そっか、私に個性がないのってそれだったんだ。みんな似たり寄ったりじゃ地味だよね。あ、アスカさん負けてはいけません。まだ反撃はできるはずです。アスちゃんにクリティカルヒット。コンパニューの大逆転だ。ベールやるね。ただの言いがかりだ。お前たちは本当にそれでいいのか。誇れるのか。負けている部分があることに変わりはないだろう。確かにこれはただの絡め手で形勢を立て直したにすぎません。逆転とまでは言えませんわ。それに私も今まで散々大きさで皮肉を言ってきた手前、自分を否定することになりますわ。ベール、あなたが負けたら終わりよ。まだあるんでしょ、僕の手が。もう諦めろ。ブラウンはこの話に参加していない。それが何よりの証拠だろう。ブラウンからも何か言ってあげてよ。ステータスとかなんとか。私はその胸は忍んでるのよ。そうですね。とても忍びらしい。これは一向の価値がありますね。ああ、私もなんだか大人げなかった。すまない。今回は勝ちを譲ろう。勝者ブラン、それでこそ真の忍者だ。なんと意外にも超忍者大戦の勝者はブランだ。ブランには忍者オブ忍者の称号が贈られます。ありがとう。あなたたちはいつか絶対にお風呂に沈めるから。ゆきちゃん大丈夫？ずっとぼーっとしてるけどお風呂合わなかったとか？別に。さっき言ってた思い出すって本当かも。姫のことばっかり考えちゃう。そうだ、リースに居場所聞かなきゃ。ちゃんと調べてくれるって言ってたし、仕事は遅いけど頼りになるから大丈夫だよ。本当？お願い、何でもいいから知りたいんだ。無事に戻ってこれました。いよいよ次で終わりです。ようやくここまで来たか。何か問題はあるか？そうですね。アフィモージャスは無事のようですが、スチームレギオンを去ったようです。お金もしっかり持って。忍者たちを引きつけただけで十分だ。次の戦いには奴も金も必要ないだろう。はい、船が無事で安心しました。女神4人たちはそれだけ自国が大切だったのでしょう。スイートな連中だ。だがもし船が破壊、落とされそうになったら忍者たちごと落とすつもりだった。徹子もそれには反対しなかっただろう。そうですね。船も兵も無駄にはできませんから。オーケーだ。他に問題は？アール姫が行方不明です。まだヨウツボ太夫が連れていると思いますが、念のため探しますか？探すぐらいなら計画を進めた方が早い。全ての障害をミーが取り除けば問題ない。しかしまさかいきなり裏切るとはな。これだから忍者以外は信用ならん。それとも始末するつもりなのを感づいたか？私はそこまでするつもりはありません。監視できていれば十分のはずです。目的を果たすためにどんなそしりも甘んじて受ける覚悟をしたはずだが。全てを徹底するのがいいとは限りません。他に問題がないのなら始めましょう。いえ、私たちの戦争を終わらせましょう。いいだろう。ファイナルミッションだ。